ペアは、コソボ北西部、ペア軍に属する都市、及び、それを中心とした基礎自治体の故障。ユネスコの世界遺産に登録されている、ペーチ総主教修道院がある。町はセルビア語で、ペーチ内シハペチと呼ばれ、また、アルバニア語では、ペア、ペーヤと呼ばれる。ラテン語では、ペスキウムあるいは、シパラントムと呼ばれ、トルコ語では、イペクと呼ばれる。 シロドリン川の支流であるペチカビストリツァカワカミの戦略的拠点にあたる。町はローマ帝国の時代にはペスキウムとして知られ、またプトレマイオスの著書ジー・オグロフィアにはシパラントムとして記載されている。町はステファム・ウロシュ4世の統治時代に中世、セルビア王国の宗教的中心地となり、セルビア正教会の創始教座が1346年に、 置かれた。これは1766年にペーチ教区が廃止されるまで続いた。現在、ペーチはセルビア正教会の総主教座となっている。ペーチ現在でもセルビア正教会に属する聖教徒たちの尊敬の対象である。総主教修道院は町の上にあり、4つのフレスコで装飾された制度、図書館、宝庫を有している。 町から南に1 9トルのデチャニ付近に位置する14世紀のデチャニ修道院はユネスコの世界遺産に登録されている。ペアは14世紀末にオスマン帝国に征服され、その統治下で多くの変化を経験した。町の古称はトルコ語でイペクと呼ばれるようになった。町には多くのトルコ人が住むようになり、その子孫は今でもこの地方に多く住んでいる。 街は細い道や古いトルコ風の家々が立ち、オリエント的な色彩を帯びるようになった。また、多くのモスクが建てられ、イスラム圏の特色を持つようになる。それらのモスクの多くは現在まで残っており、その中の一つに15世紀にオスマン帝国によって建てられたバイラクリモスクがある。オスマン帝国による5世紀にわたる支配は、第一次バルカン戦争によって終焉を迎え、 町の支配権はモンテネグロへと移った。第一次世界大戦中の1915年末、ペアはオーストリア・ハンガリー帝国の占領を受けた。ペアは1918年10月に解放された。第一次世界大戦後、町はセルブクロアートスロベーン王国の一部となった。1931年から1941年までの間、ペアは ユーゴスラビアのゼタ州の一部となった。第二次世界大戦の間、ペアはイタリア支配下のアルバニアに占領された。第二次世界大戦が終わると、ペアはユーゴスラビア連邦人民共和国のセルビア人民共和国の一部となった。多数派を占めるアルバニア人とセルビア人との間では、20世紀を通してしばしば緊張関係となった。 その緊張関係は1999年のコソボ紛争でピークを迎え、町はこの間に膨大な被害を受け、多くの死者が発生した。町は2004年のコソボ暴動でも重大な被害を受けた。町の経済は戦争によって大きく害されたが、歴史的には農業活動の拠点であり、同細工職人、金細工職人、靴職人、職人川なめし、こう。 バグコーなどの伝統職人による工芸品が多く生産された。切片の気候区分では出順大陸性気候。ありがとうございます。